グアラパリは、ブラジルエスピリトサンと州の都市であり、地域連合であるグレータービトリアを構成する都市の一つでもある。州都であるビトリアからは47キロメートル南に位置する。人口は2005年時点で10万5千116人、面積は592キロ平方メートルである。設置場自然保護区の海岸、グアラパリは、ブラジルでも有名な観光地の一つで、 商業開発にも支えられ、美しい曲線を描く白い砂浜で知られている。ビラベイリアやビトーリアのように、市内の大部分が海岸線に面しており、観光客への食料もこの海岸での漁業により、産出される。そのため、季節によりかなり大きな人口変動が発生する。市内には、設置場自然保護区が設定されており、カメや鳥などの原始的な沿岸生態系の保護が、 行われている。この都市の歴史はヨーロッパ人によって記録されており、1585年にイエズス会の宣教師たちが小さな礼拝堂を建て、井戸を掘った記録が残されている。また、ガラパリは世界でも有数の自然放射線量の地域としても知られる。ガラパリの周辺地域には放射性物質を含むモナザイトが多く埋蔵されており、 このモナザイトが砂として海岸に堆積したためとされている。その染量は年間0.9から28マジーで平均で5.5マジーである。地域の優位な健康への影響は確認できなかった等の調査報告もあり、日本においては電力会社が自然放射線量及び原子力発電所の安全性を説明する場合においてこの都市を 事例の一つに用いる場合もあったが、一方で内部被曝によるものと思われる末消血リンパ球の染色体異常や対象地域に比べて癌の死亡率が高いとする調査報告もある。ありがとうございます。